上り、新城インターから東名上り、御殿場インターまでの区間で雨により通行止めになっています。次に東名上り、浜松インターから御殿場インターまでの区間で通行止めになっています。次に伊勢道下り、聖和崎ジャンクションから伊勢インターまでの区間で通行止めになっています。さて、台風の影響により中央道、新東名、東名、明治、伊勢道の一部区間で通行止めを実施中です。なお、東名、新東名、中央道により東京まで走行することはできません。また、国道1号線ほか一般道においても通行止めを実施しており、